スタートしましたポーンとまずは14番西のラッシュ、コース,スタートを切りましたが各馬佐藤、間から6番の竹正ビクターが上がっていきます、さらには7番トリアンドレス、それをかわして10番の当選者ン・に竹イ ビクターに並んでいきました三番テスト目からは十四番の西野ラッシュが上がりますものうちには七番のトリアンドルスあとは一馬審査三枠両頭。四番ウィンマジュル5番ロードワイルド直後二番のスーパーフレアそれを追って一番の宮野さん級並んでいきます一馬審査十五番のヒマラヤテン天ストめから直後に十二番の西野クラッチあとは三馬審査十三番ゴールドクエストうちは十一番の玉も勝ちぐりですそれから三馬審査八番ワットプラキオまた三馬審開いて9番キノルそのうは四馬審五馬審三番の当選エデン後方です三四コーナーナ中間 を通過6番の武将ビクター先頭に立って1馬身のリードをつけながら10番の当選者イに差を詰めます外からはそれを見ながら14番西野ラッシュが上がって先段3頭直線に入りましたその後ろからは2馬身差7番のトリアンドレスが4番手そのうちには2番のスーパーフレアですさあ200を切って先頭は6番の武将ビクター粘っているが14番の西野ラッシュがここでかわして先頭です外から7番のトリアンドレスが3番手に上がって前を2通追ってくる先頭14番の西野ラッシュ西野ラッシュ先頭でゴールイン 二番手は六番の、竹翔ビクター。